ちは。こんにちは。こんにちは。図書館戦争革命の翼は地方在住の私も映画館で見られるかなと心配していましたが、うんうん、なんとか地元でやってくれることになりました。ずいぶん先になりそうですが、うんうん、楽しみは待つほどいいのでずっとワクワクしていたいと思います、うん、してところで質問ですが、はいはい、お二人は、うん、女の子とあれやこれやするとき服を脱がせたいですか、それとも女の子に自分で脱いでほしいですか、もしくは着たままですかと。まあなんだろう、ベーシックなラインでいくとやっぱり脱がせたい、まあ脱がす楽しみっていうのはありますよね。生まれたままの姿でっていうやつだね、うんうん、ありますね、うん、ありますね、うんうん、まあ女の子に自分で脱いでほしい、まあ服の状態、まず脱がせたいか、うん、自分で脱いでほしいか、まあそれは脱がせたいでしょ、どっちかって言ったらね。ああそう、うん、俺どっちかなんだろうな、俺意外と脱いでくれるの好きかも。えノリノリでみたいなそういうの好きなの、情緒がねえな早くみたいなその女の子がでしょ、だってそう女の子が女の子がでしょ、女の子か、そういうのでも、そういうのでもいいの。あそれはそれでねちょっと楽しくなっちゃうかもしれない。そうだ、恥じらいながら脱ぐのがいいってことでしょ。でもまあでも恥じらいながらっていうか、うんうん、あの女の子が脱いだ、うん、あと、うんうん、ただ女の子はその脱いでるじゃん。そうだね。ただ俺は脱いでないっていう、あ自分はまあ、あえて時間差で言っといて、なるほど、ね、ただあっちはもう脱ぎ終わってパッて見た時に俺が脱いでないから恥ずかしがってるのを見るのが死ぬほど好き、うん、ドエスだ、ドエスやドエスやお前は神聖のドエスだよ、死ぬほど好き、ドエスだよお前は。だいぶ気持ちいいよ。まあ分かるけどな、そういうのがあれば、うん、なんでって言って、うん、なぜか女の子ってその時体隠すんだよね。隠すだろうねそれはね、なんでか死んねんだけど、うん、あれだいぶいけるよいけるの意味がよく分かりませんけどもさようでございますか。あとはもしくは着たまましますかってのも来たけど、あ着たままはこういうのがなんかこう、うん、なんか憧れとかありますか。憧れ着たままとかさ、そういうのは。いや憧れはやっぱり僕オーソドックスが好きだから、自分でやっぱりね、うんうん、あの主導権を持って自分で脱がしてみたいな、うん、そういうのはやっぱいいですけどね。着たままもいいですよ。着たままいいですか。着たままいいですよ。着たまままだそんなにないな俺あんまり。だいぶね、うんうん、こうなんだろう、着たままの時は俺大概後ろからが好きですね、うん、なんだろうな、後ろから抱きつくのが好きなのかな、よくわかんないな。そうですよ、俺別に何にも明言してないですよね。後ろから抱きつくのが、何一つ今日に関しては何一つ明言してない、ね、後ろからはね、そうそうそう、あくまでも想像の域は出ませんけど、想像の域ですからね、はい、皆さんそういうのね、勘違いしてもっちゃ困るぜ、はい、もしそれで勘違いしてんだったら前回も言ったけど、それはお前が汚れてる証拠だから、汚れてる証拠ですねあなたが汚れてる証拠ですよ